こんなあんの？これ最近？開けたら買い取りらしいんで気をつけてください。世界にこれしかないからな。これはすごい、これは強烈な商品、面白い商品。どうもかまいたちです。さあ本日は、はい、吉本のグッズの中でかまいたちが関連してるグッズを全部集めてみた、はい、全部これで全部。こんなあんの？こういうのってできた時に1個くれるんじゃないの？それは分かんない。全く知らないのが結構ある。ほんまやな。これ最近？開けたら買い取りらしいんで気をつけてください。今なんか直前に言われたんですけど、開けたら買い取りなんで。俺らからお金を取ろうとしてんの？ねえ、俺らこんな貢献してんの？商品ということなんで、勝手にはなかなかこういうコップもあんねんな。まあそのコップは何人かでってことね。うん、うん、うちと、シソンヌ、ダイアンさん、千鳥さん、チョコプラ、見取り図のコップ、はいはいはい、なるほど。これがマグカップね。これはまあいっぱい乗ってあるやつやな、うん、それいいね。 いくらなんこれ？おー、うん、まあまあまあ、まあ、1000円ね。約1000円、はい。で俺らに、1000ぐらい入るのかな。入った記憶がないね。こういうなんかチャックを閉めたら漫才センターマイクみたいなやつね、はい、うん、これ開けていいの？買い取りになります。なんでなん？いや、開けてこうやってやってみたいやん、なんか、うん、買い取りな。そーっとテープ剥がしたええんちゃん。バレないように戻せば。それよくそういうのあかんの？ちょっと待って、かまいたちさん、これ全部把握はしてないですか？してない。してない。いや、多分説明はありますよね。ない。してます。ほんま、いや、この強気なスタンスで来たら、もう悪魔の証明と一緒やん、こんなん。強気なスタンスで来られたら、いや、しましたって言われたら、いや、聞いてないって言っても、もう水かけ論になってまうから。いや、何個かはあんねん。そうそうそう。あ、で、こんなん。あ、この辺とかね。それは俺らがプロデュースしたやつやん。そう、これに関しては願書と今の宣材写真を一緒にしてトランプにしたらどうですかって俺らが言ったやつ、うん、いや、そうなんですね、うん、とまあ知らんけどトランプ、地獄トランプとかこういうのはもちろん知ってます。これはでも番組関連やからね、うん、吉本グッズというよりは、まあ、知ってるけど。そう、あとこういうのとかは送られてきてる、もらった、家に飾ったとから、はいはいはい、前髪のクリップとか、うん、いや。いや、いや、たまにファンの人が入れてくれることがある。ファンの人からもうた。ファンの人から自分らのグッズをもらう。言ってる？強気やね。言ってます。で、それをまず吉本の面接で聞かれるらしい。どういうことですか？言ってますってまず言ってくださいって。強気で言ってますと言えるかどうかが採用の鍵を握ってる。 いらっしゃいませと一緒、うん、飲食店。そう、はい、これ俺らに言った？言ってます。もう何も言えないこれ。小林もうまいやろ。クリアファイルめっちゃ出てる。これドラクエ風な吉本ピクセルアートっていうらしい。タコシゲのメニュー表みたいなやつな。これもピクセルアート。これはなんか絵になってんのかな、うん、これなんだ、濱家の髪型っすよ。そんな時期あった？これ単独で出したやつやろ。単独のポスターにした覚えがあるもん、この写真。でもあまり写真で何か作ったもん。そうちゃん、なんかあまり写真データ使ってないやつ使っていいですかみたいな、なんか言ってた。太ってるな。運転さんと同じ髪型してるやん。これ下敷きとかもあるし、これ謎。これなんかやってるよね、まだ吉本の虫のやつ。4コマ漫画みたいなんとかがたまに流れてくるで。吉本虫学校す。吉本虫、吉本中学校、吉中東野先生。プロデューサーが東野さんで、うん、漫画を描いてはんの？漫画とか。え、どういうこと？東野さんが描いてるわけちゃうよ。いや、そのプロデューサーっていうのがよくわかんないんで、名義貸しということですか？
クリアファイルキラマシっていう。そうな、この辺な、この辺なんかマジで知らんで。マルチケース、なんやマルチケースって。マルチケース、まあ、何でも入りますよみたいな。全然知らん。靴下黄色すぎるやろ。そもそも黄色すぎるやん。これは知ってるよ。これはそれはでも言われたわけじゃなくて、うん、これに関してはこのシールができたら吉本では一人前みたいな雰囲気があるよな。うん、あ、そうなんですね。作ってもらったら、うん、ちょっと変わったよね。最初俺らはあのドラ持ってるやつだったのよ、うん、で多分第2弾ぐらいがこれなんちゃうかな。第1弾の時親父がめっちゃ買って、転売してた。転売はしてないと思うんですけど。で第2弾がこれですね。この辺はあれやで、知らんけどのグッズやで。え、吉本で売ってんのこれ。お前たちが知らんけどアクリルスタンド吉本で売ってる。いや、この辺はなんかシャレ効いててちょっと可愛いやんな。ちょっと前髪飛びますクリップ。はい、クオリティもええやん、このゴムのね。うん、この辺ええやん。領収書取れるのに使ってるな小林が。これすごいんですけど、吉本芸人加湿ペーパー。何ですかそれ。お好みの容器に水を注いでください、うん、でこれを組み立てて、うん、こういう筒状みたいにして、うん、その水をためたコップに入れると、うん、ゆっくり水を吸い上げ加湿が始まります。なんや、ええやないか。加湿器使うやろ。いや違うやん、加湿器は。加湿って何。これで加湿する人いる？これは確実に聞いてないと言えます。やっぱ加湿ペーパー出すって聞いてたらもっと食いついてるはずやもん。何加湿ペーパーってどういうこと、どういうことって。そんなん発見されたんかあれで、うん、電気不要の加湿器や。見てこれ。あこれ完全にお前やん。あ完全にお前やん。お前加湿ペーパー買えよ。加湿ペーパー買えよじゃなくて明らかに引っ張った。あコップに水入れて持ってきて加湿するから。なんなん、ほんでいくらなんやろ。山内さんお買い上げです。550円。安いやん。加湿ペーパーや。吉本が発明したんかな。世界にこれしかないからな、加湿ペーパーって。何これ、どう差し込むの。読めよ、説明書まんまにやねんから。説明書とかも読まんない。世の中にこれしかないねんから。世界初加湿ペーパーや。さあこれはすごいね。あ、なんかでも、あなんかあ速攻性。うんうんうん。いやいや、これすごい、うん。これすごい。ああ超えてるよ。ああええやん、これで加湿しとこう。加湿しといてもらおう、これで。初めて見た。すっごい商品。すごいぞ、これ。はい。繰り返し使えます。どういうこと？仕組みが分かんないんだよ。この段ボールみたいなのが。まあ、水吸うわな、うん、でこう吸い上げたやつをわーっと出すんや。いや、それ出る理由がないよ。うんうんうん。いや、出る理由ないねんな。おもろいグッズはでも多いやん、やっぱりこう考えたら。これは今1位じゃん。山内さん、じゃあ550円後で渡しといて。失敗いらんの買い取ったよ。いらん言うなよ。買った人おったらどうすんねん。買って家でこれ作ってる人おんねんから、お前。いや、いたらちょっと送ってもらっていいですか。ないや、私加湿ペーパー使って今これ言う前から使ってましたって人がいるなら、うん、俺の SNS か、まあ、YouTube のコメント欄にどうしてくれんねん。証拠の写真載せて、うん、そしたらこれいらんって言ったのを謝ります。そんな謝るぐらい、いやもう一回言ってもうてんから、そんなあかんよ、うん、リコール。リコール買い取り550円送り。リコールって返品やん。これごと返してくれるなんやけど。これは強烈な商品。面白い商品。まさか俺らが加湿器出してると。かまいたち以外も出てます。ニューヨーク、うん、おもろいやん。ニューヨークなんかほら見て、ニューヨークやんこれで。ニューヨークはギリわかるかも。ニューヨーク。他はこれ履いてる人たまにいるな。それは見る。 SNS とかで来る。うん、もう一枚は濱家さんになってるってことですか。
もう一枚。そう。そりゃそうやろ。両方山内さん誰が買うねんだろ。両方山内バージョン、濱家バージョンありえるやろ。絆創膏もあるで。ええやん。絆創膏使い終わった後もなんかこうカンカンで使える。なんかこのまあ言うたらシルエットというかまあ、うん、漫才中の肩取ってくれてるけど、うんうん、川口浩平さんじゃない。この肩。山内バージョン。山内じゃなくてこれ川口浩平さんちゃう。モノマネの方の。ガーゼタオルいいや。俺ガーゼタオル好き。買いよ。うん、いや買うとかじゃなくてこれはいいや。なんか単独の時にタオル作ったよな、ハンカチこんなのでめっちゃ残って、あ山内が知り合いの社長に買い取ってもらったやつな。そう絶対売れるっつって山内が、うん、な何したんやったっけ、なんかゴリ用タオルか、あそうゴリ用ハンドタオルみたいな、ゴリ用ハンドタオルこのサイズでちっちゃめのやつで絶対これは売れるから、ま、マジで多めに受注じゃなくて多めに、山内が言ってただけやからな、うん、俺らは売れへんって言ってたから、はい、全員絶対売れるからって言ったらめっちゃ残って、残るよ。知り合いの社長に百何十枚買い取ってもらって、まとめ買いしてもらった。こういういろんな人が混じってるロゴステッカーシート、まだ和牛が乗ってるわ、作り直さないと。いやいや レアやもん、和牛が乗ってるレア、うん、あれこれはあポチ袋、あこんなんええやん、あそれはいいね、花丸大吉さん千鳥さんとうちや、あいいね、あ後ろはまあいろんなコンビも乗ってるけど、うん、あこれええやん、それは嬉しい、お正月とかなんかお祝いとかお車代とかで渡すのこれはちょっと洒落てるやん、これ買おう、これ買うわ、買い取り300円かな予想、いや500円400円、まあまあまあ、はいはいはい、じゃあ買い取り、なんで買い取らなあかんねん。いや自分で言ったから。くれよ。くれよ。くれよ。いや聞いてるわ。これが聞いてる。これ聞いてる。これが聞いてる。あこれ何？のし袋？チケットホルダー。まあ劇場見に来はる人とかはな。うん、あおおすごい。キングオブコント撮った時に作ってくれはったんかな、なんかいろいろキングオブコントっぽいコントのキャラクターシール、うん、めっちゃええやんこれ、あんまりやってないようなコントとかもいろんなコントのキャラクターのシールや、これ知らないな、かまいたちさんのネタのいろんなネタの、うん、いろんなシチュエーションに合わせた、でもこの書き方とか抜いてる抜粋してる場面とか、うん、すごいかまいたちのことをちゃんと考えて作ってくれてはる、うんうんクリエイターの人が、うん、それは伝わる、うん、でも聞いてない、聞いてない、聞いてたらあいいやんいいやんって言うもん、これはめっちゃいいもん、野球のコントのやつまで入れてるってことは相当やで、いいねこれ買い取るわ、なんで買い取らなあかんねん。くれよ。いやクレームくれよ。僕担当じゃない、声が出るわほんま。美味しいんかなこのチーズスナック、極うまチーズ味クッキー、なんかこういうのって学園祭の景品とかでめっちゃ持って行ってたイメージ、うまいんかな、じゃんけんで負けた方これ買い取ろう、最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ、最悪しこれするで、多分ちょっと味見、648円、うまい棒みたいなことぽいな、かまいたチーズスナック、かまいたチーズって想像以上にうまい棒やねんけど。いや、かまいたチーズスナックです。ちょっと待って。想像以上やねん。うまい棒チーズ味じゃない。わかんないけど。食べてみ。うまい棒。うまい棒チーズ味。かまいたチーズスナックです。それはあかんで。いやいや。それはあかん。お前もそれ以上喋んない。なあ。うまい棒のチーズ味やとしてもそれ以上喋んな。9本640円で売ってんねんこれ。うまい棒って今だって。はいはいはい、もうそこなしなし。え、10円、20円、30円、その辺だよ。ステッカーついてる。ほら、これついてる。びっくりマン、びっくりマンシールの大きさ。ええやんな、あかんで。いらんこと言うなよ、これはすごいの出てました、見ないとわかんない、うまいな、かまいたチーズスナック食べたことない味、うまい棒やなこれ、そうだからうまい棒や、
ちょっと今後は増えるときは一声かけてもらってもいいですか。言っていただいてるのは重々承知してるんですけど、今後も今後なんか強めにちっちゃい声とかで言ってる。なんかお疲れとかお疲れとか帰る間際にちっちゃい声とかで言われてるのかな。何それ。美味しそうやね。個別放送になってる、うん、和牛乗ってるわ。開けて和牛引いた方が勝ちにしよう。ほんで負けた方がこれお支払いな。はい、先に和牛引いた方が勝ち。あ、これはめちゃめちゃな数入ってるわ。ちなみに810円。ちょっと待って、ちょっと待って、和牛引いた方が勝ち、ミルクボーイ引いたら負けな。いや、なんでなんですか。ミルクボーイ来んなよ。 M1 で負けたから。ミルクボーイ来んなよ。はい、チョコプラ引き分け。俺これ、はい、中川家さん、もう勝ちやろこれは。これ食べてみましょう。うん、うまい。カレーマヨネーズかな。この大きさで個別包装は丁寧やな。今チョコプラ引いたんやな。チョコプラ引きました。はい、こちら中川家さん、うん、中川家さんと安友さん連続で引いたら勝ちな。そんなコンボある、うん、コンボ NSC11 期っていうコンボ。あ、ミルクボーイ引いた。はい、負け。800円。はい、お願いします。810円。何が810円や。そうなるとこれも見たいんだけど。見たいんだけどやったらあけえな。ゲームなんかあんねやったらいいけど。吉本クッキー、これもゲームあるでしょ。だってこんだけ人数いるんやから。頑張れるや。当たり、イッテ Q で行ってるから日本にあんまりいないから。当たりね、うん、珍しいね。珍しい。こういうの意外に丁寧に開けるタイプだよな。あ、最後そうすんねや。最後そうすんねや。あ、見えちゃうタイプか。いいんじゃないですか、別に。こういうやつです。裏返してそこにする。こういう遊び方ができるから楽しいやん。引いたコンビの代表するなんかやらなあかんことな。いきます。じゃあこれ和牛。お、もうええ。うわいいね。うん、はいよ。はい、チョコレートプラネット、うん、間違いないクッキーの味。物はすごく美味しい、うん、花大さん、あ、特徴みんなあるやん。すごいな、全員即答できんねんな。美味しい。そうそう、飛行頑張れるや。あ、かまいたち、しびれる。いや、それ俺が昔ちょっとだけやったら逆や。何を代表作と捉えとんねん。かまいたち出ました。これを当たりにすべきやったな。こうや、今は。うわ。自信満々に。味は美味しいよ、うん、あ、頑張れるやりてた。よっちゃんよっちゃん。よしこを呼ぶまひる。クソガーか。あー、うん、か、あのなんかここの毛がめっちゃ濃いやつのコント。チケット売ってくださいっていう。チャンネル登録お願いします。ごちそうさまでした。美味しいですよ、全部。やっぱり楽しいね、吉本グッズね。なあ、喋らせない。1位はやっぱ加湿ペーパーかな。そうやな、ドンって売れへんかな、急に加湿ペーパー、うん、加湿ペーパーおすすめです。何回でも使えるらしいんで。